目に見えない世界っていうのは、これはもうなかなかはっきり誰にもわからないものです。特にまあ空気なんかでもそうですけども、その中でもこの妖怪っていうのは特に分かりにくいものじゃないかと思います。で、目に見えんからいないかっていうとそうじゃないですよね。やっぱりこのいるらしいんですよね。で、まあ中国の陰の時代の古い文献なんか見ると、その妖怪を感じたではないかと思われるような迫力のあるいろんな動機なんかありますけども、で、日本なんかでも縄文土器なんかでもやっぱり妖怪を感じて作ったんじゃないかと思われますけども。で、まあ妖怪の中には植物とか動物、そこは人間から転化したようなもんとかですね、いろいろあるようですけども、これを実際に形して見ることができないもんですから、これを形にして見る、すなわち妖怪を感ずることなんですね。形で妖怪を感ずるっていうのは、こう、それで色とか音がついてですね、あるいはもう映像にすることによって、かなりまあ感じやすくなるのではないかと思いますけども、このあなたもこの妖怪画壇を見てですね、奇妙な妖怪たちにですね触れてみてください。なんとなくこの隣にいるような気分になるものです。面白いと思います。